駒帰り廃寺跡外観駒帰り廃寺跡、駒帰り廃寺跡の位置駒帰り廃寺跡は、奈良県宇田市宇の駒帰りにある古代寺院跡。元々の寺名は、安楽寺と推定される。奈良県指定史跡に指定されている。奈良県東部、宇田盆地南部の丘陵斜面に位置する。宇田宮時期に、安楽寺駒木村本尊、阿弥陀如来、七道が乱ありと見える。 安楽寺に推定される寺院である。1970から1971年に発掘調査が実施されている。遺構は建物跡二2棟、画用跡一1基が検出されており、発掘調査では変わらぬ他仏偏、古塵などが出土している。出土品の様相によれば、奈良時代早期頃の創建で平安時代頃に消失したと推測される。 奈良時代の地方寺院の性格を考察する上で重要視される寺院跡になる。寺域は1972年に奈良県指定史跡に指定されている。ガラン手前に西方建物跡、左奥に東方建物跡が所在。移行としては建物跡2棟、画用跡1基が検出されており、1970年に建物跡の1971年に 河原釜跡の発掘調査が実施されている。建物は北側の崖を削平して造成され、基段は主に地山の削り出しにより、一部は半築によって構築され、河原石の基段化粧が認められる。建物の詳細は次の通り。画用跡は寺跡の東方約70メートルに所在する。傾斜角度。 約20度の無断式のボリガマが検出されており、寺トで土瓦と同様の金星唐草文献平瓦が出土している。また、周辺には、唐の坂、大門、微車門堂跡、無念堂、弁天城などの生辞名が残るほか、歌の長東道との境付近の山は安楽寺山と称される。ありがとうございます。